ジャービスはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールリング旧駆逐艦の一隻。艦名は1800年の疑事戦争において13歳で戦死した士官候補生のジェームズ・ C ・ジャービスにちなむ。ジャービスは1911年7月1日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。九百十二年四月四日にジーン・キング夫人によって命名、浸水し、 1912年10月22日に艦長 D.P. マニックス少佐の指揮下収益する。キューバ沖での成長後、ジャービスはバージニア州ノーフォーク沖からカリブ海での作戦活動でその年を過ごした。1914年4月20日にフロリダ州ペンサコーラを出港し、ベラクルス占領の間、タンピコ及びベラクルス沖で紹介を行った。6月16日に ノーホークに帰還し、ジャービスは大西洋で活動。1917年5月26日にニューヨークを出港し、ウィリアム・シムス中将指揮下のヨーロッパ派遣軍に加わり、活動した。フランスのサンナゼールを経由して、アイルランドのクイーンズタウンに6月11日に到着し、ジャービスはアイルランド及びイングランドの沿岸で戦団護衛任務に従事した。 ジャービスをはじめとする駆逐艦隊の活動はドイツ、潜水艦の脅威の克服に大いに貢献した。ジャービスは潜水艦を沈めることはなかったものの、来撃された船の生存者を2度救助した。6月19日にアイルランド沖でバトームの生存者41名を救助し、7月25日には北海でイギリス商船パーリーの生存者22名を救助している。 バトームの生存者を救助した後、ジャービスは U ボートの攻撃の可能性にもかかわらず、メカニシャンを来撃から守るため敵との間に割り込んで、商船を守った。ジャービスはクイーンズタウンを拠点としての活動を継続し、1918年2月15日にフランスのブレストに移動、フランス沿岸で連合軍の戦団を護衛した。ブレスト沖での紹介は12月28日まで。 行われ、その後帰国の途に着く。1919年1月12日にペンシルベニア州フィラデルフィアに到着し、大西洋沿岸での活動を再開した。7月21日にフィラデルフィアに帰還し、11月26日に退役する。ロンドン海軍軍縮条約に従ってジャービスはスクラップとして解体され、 鋼罪は1935年4月23日に売却された。ジャービスの感名はバックレー級駆逐艦の DD-393 とフレッチャー級駆逐艦の DD-799 に受け継がれた。ありがとうございます。